皆さん、毎日するお風呂掃除にあまりお金と時間ってかけたくないですよね。お風呂掃除にかかるお金と時間を大きく減らせる洗剤をご紹介します。シャボンのアブクです。まず節約につながる点はズバリ薄めて使うからです。時短につながる部分というところなんですけれども、シャボンのアブクは無添加水石鹸なんですよ。液体石鹸ですね。いわゆるバスクリーナーっていうのは合成洗剤なんですよね。合成界面活性剤っていうのはいくら頑張っても泡切れの速さについては石鹸に勝てないんですよ。ここで実際にバスタブに吹きかけてどのぐらい違うのか試してみたいと思いますけれども、まずはバスマジックに吹きかけますね。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、 はい、シャワーで吸いでいきますね。シャワーを一回ザーッと流しただけではこんな感じで泡が排水口の周りに溜まって流れていかないですよね。なのでもう一回やりますよね、大体皆さん。もう一回やっても流れていかないと。なので3回もしくは場合によっては4回とかってやるのが普通のやり方ですよね。まあ、こんな感じですよね。では今度シャボンのアブクいきますね。コスト的に同じぐらいになる5倍希釈、これで試してみますね。 1,2,3,4,5,6,7,8,9。 ご覧の通りシャワーでかけたそばからもう泡が消えていってしまうんですよ。で、泡の状態も比較したいところですよね。ということでこの黒いボードを用意しましたので、そこに5倍希釈液吹きかけてみますね。10倍希釈液も用意してますので、右手に10倍希釈液、左手に5倍希釈液を持って吹きかけてみます。ではいきますね。はい、こんな感じ。5倍希釈液の方は結構しっかりめに出ますよね。ということで今回はこれで終わります。どうもありがとうございました。